こんにちは、トルーパーズの山中です。今日はこちらのトルーパーズ耐水ステッカーワイド、こちらを紹介いたします。こちらは、サイズが約4センチ ×8 センチで、2022年4月からのトルーパーズの新ロゴになります。お気に入りのアイテムやスマホなんかにぜひ貼っていただけると幸いです。ということで、ちょっとした知る人ぞ知るポイントとしては、この R の背中、わかるかな。 R の背中が、まあ、R が2つあるんですけど、そちらが、まず、なんだっけな、あれです、ナイフのセレーション、乱暴ナイフなんかの背中の部分のギザギザのところですね、そちらをあしらっているということと、であとはこちらの R のこの真ん中のところ、ここがちょっとした大変分かりづらいんです、言われなきゃ分からないんですけど、弾丸、薬莢をあしらっているという、そんなワンポイントですね。そういうわけで、よくなんだろうな、なかなか否定しづらいところですけど、野球チームみたいだみたいなこと言われてますけど、一応昭和のロボットアニメとか変身ヒーローなんかのロゴでをイメージした感じでデザインお願いしますと言ってデザインしてもらったもので、こちらね、僕の山形のお友達の MC ガタさんなんかも、ロゴをデザインしてもらっている方と同じ方にデザインしていただいた新ロゴでございますので、よかったら、皆さんこちらの下の説明欄にリンク貼っておきますのでよろしくお願いします。ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。